ほら、今馬場さんのですね、後楽園ホールで行われた23回記念試合の方の会場に来ました。二足の青春、おりゃ、おりゃチャンネルのやつです。おりゃ、いかがお過ごしでしょうか。今回ですね、自分は後楽園ホール行ってまいりました。それはですね、なぜかと言いますと、今年で23回忌のジャイアント馬場23回忌追善興行ですか、この大会にですね、自分は全日本プロレスの OB としてですね、参加させていただきました。題しまして、後楽園ホールにジャイアント馬場降臨、おりゃ。馬場代表が亡くなれて早いものでもう23回忌になるわけです。今回はですね、その馬場さんのですね、追悼試合として、ジャイアント馬場23回忌追善興行として自分もですね OB として参加させていただきました。それはですね、とりあえずですね、ちょっとお見せしましょうか。これなんですけどね、これですね、これはですね、その追悼の追善試合のですね、OB にこう配られたんですが、これは全日本のですね、この自分が1987年のジャパンプロレスが解散してからですね、全日本プロレスに正式に入った頃の87年バージョンかなんかの、これはユニフォームなんですけど、これ見てください。こういう感覚でですね、でかくこう入ってんですね、オールジャパンのやつって入ってますけど、これとですね、この今回のメモリアルとしてですね、この追善興行のこのマークですね、馬場さんのオーポーというマークがここに入ってまして、今回はですね、これを、羽織ってですね、お送りしたいと思います。はい、羽織ってみました。どうでしょうか、似合ってますかね。自分当時はですね、ここにこういう馬場さんのロゴマークはなかったんですが、今こう入れてこう見ますとですね、なかなかこう洒落た感じがあってですね、馬場さんのこの姿を思い出します。この追善興行にわたってですね、自分が話をいただいた時に、まだ緊急事態宣言になってなかったんですが、それがいつの間にか、緊急事態宣言になって、そしてそのコロナのこの何ですか、怖さで大丈夫かなと思いながらですね、ちょっとこう行くのを躊躇しながら、事前に PCR 検査を受けてですね、今回は参加したわけですが、それはですね、やはりこの後楽園ホールに行けばまた馬場さんにも会えるんじゃないかと思ってですね、自分は行く決心をしたわけです。緊急事態宣言はイベント興行はですね、50% の稼働率でお客さんが入ったのは、要するに半分しか入らなかったんですね。その中での試合ですから、どんなになるのかなと思ってですね、自分も、一つのこの心配をしながら、その会場に行ったわけです。しかしながら、今回のこのイベントに対してですね、自分と同じような立場の、元全日本プロレスの、諸先輩方も参加されるわけです。そういう方々とこう会えるなというふうに思うとですね、お会いできていろんなことを話できるなと思うとですね、これはやっぱり万感に迫る思いがありますので、やはりこ
これ行ってよかったなって、思いました。まず最初に、そのついでに工業のですね模様をご覧いただきたいと思います。どうぞ。おりゃ、我々が招待された控え室もですね、久しぶりにお会いした諸先輩方と、現役時代ではあんな和やかに話できなかったようにですね、すごく明るい、そのムードの中にですね、いろんな話をさせていただいて、すごくですね、楽しかったです。イベントはですね、最初に天龍さんのご挨拶から始まって、その後歌舞伎さんのですね、ヌンチャクによるデモンストレーションです。あれは未だに歌舞伎さんのその健在ぶりをアピールしてですね、すごく決まってました。それですね、試合が始まって3試合目ぐらいの時ですね、我々 OB がですね、馬場さんのその追悼セレモニーに参加したわけです。そのイベントにはですね、転換とございました。その転換とですね、馬場さんのこのプロシューズの16門ですか、これがリングの真ん中に置いてスポットを当ててましたが、その馬場さんのシューズを見てですね、なんとなくこう馬場さんがこのリングの上に降臨したなっていうのを自分は感じました。そしてもう一つはですね、そのシューズを見たときに自分が思ったのはですね、当時馬場さんと初めてお会いしたぐらいの時ですかね、自分がアメリカで修行に行ってた頃ですね、カンサスシティで初めて自分は馬場さんとお会いしたんです。その時にですね、天竜さんも見えたし、あとはですね、その鶴田さん、あとはあのタイガーマスクですか、当時の三沢選手とですね、またその春園田とですね、自分はそこへ一緒に行ったわけなんです。そこで馬場さんがですね、自分は新日本プロレスにもの選手にもかかわらずですね、全日本プロレスの選手と同じようなですね、もてなしをしていただいて、すごく自分は感激したことを覚えています。そしてですね、馬場さんはですね、海外に自分らを伴って一緒にこう連れてってくれるときに、必ず海外でですね、その大きいものストアですね、ビッグマンストールストアですね、そういうところで、おい、なんでも買えよってこうおっしゃってくれるんですね。それで、ごっちゃんですなって言いながら、こう自分らもこう物色するんですが、もういいのかってまた聞くわけです。それで最後にまたおっしゃる言葉が、必ずですね、靴は買ったのかって、自分らに聞いてくるわけですね。で、後からですね、自分はどうして馬場さん、そういった洋服とかそういう靴をですね、自分らに買ってくれるんですかって自分は聞いたことがあるんです。そしたら馬場さん言ってました。若い時に、自分が若い時にですね、体が大きいですので、どうにかこうにかこの洋服はあるみたいですけど、靴だけはですね、どうしてもこの特注であつらえるっていうのがですね、まだこの新潟の田舎でですね、まだ戦後間もない頃ですから、そんなにいっぱいなかったわけなんですね。ですからすごくこの
靴に馬場さん自体が憧れを持ってたわけです。ですから靴がどういうふうにも手に入らなかったらしいです。ですからこの、馬場さんいつもこの、ハワイに行かれたり、またアメリカの各州回ったり各都市回ったりしながらですね、必ず馬場さんのその、行くその靴屋さんがあるんですが、それはですねグッチーなんですね。グッチーの靴のですねその木型ですか、それをですね馬場さんは、ハワイから全米のこのグッチーショップにですね、その馬場さんのサイズがもう顧客の中にですねリストアップされてるんですね。それで、まあ各地のこのグッチーで靴買ったりしながらですね、そのいろんな靴もそのジョギングシューズからですねゴルフシューズまで、まあカジュアルフォーマルこれ全て含めてですね、必ず馬場さんは靴を買い求めてですね、靴のコレクションも相当持っていらっしゃるわけです。そんなことを思い出しました、ジャイアントババ23回忌追善興行を行ってまいりましたが、なんとなくですねババさんにこうお会いできたのかなと、ババさんが降臨したのかなって自分思いながらですね、その後楽園を後にしたわけです。最後に今回23回忌追善興行へ自分も参加させていただきました。また同じように今回全日本プロレスの元 OB レスラーの諸先輩方も参加されてました。久々にですね自分もお会いしてですね、お元気そうなお姿を拝見し、また控え室でですね大変盛り上がった話、楽しかったです。これもですねこの馬場代表の自分はおかげかと思ってます。また馬場さんがですね理解してくれたんだなって自分は思ってます。次回もですねまた諸先輩方とお会いできることを楽しみに、諸先輩方のご多幸とご健勝を心よりお祈りしまして終わりにしたいと思います。お礼でした。今日はここまでです。最後に俺チャンネルよろしくおりゃ。